はい、すいすいプロジェクトのちんです。皆さんお久しぶりです。昨年のね3月に、まあ、環境の変化もあって、一度動画配信の方をお休みしてたんですけども、今日からまた、YouTube の方を再開していきたいと思います。この1年間を振り返ってみると、僕の生活の中で、まず引っ越しがあって、就職をして、そして結婚をしました。まあこの3つのイベントって健常者の人にとっても、まあ、かなり大きな変化ですよね。特に車椅子ユーザーの人にとっては、環境が変わるっていうのは、まあ、かなり、大きな悩みになってくると思うので、今日は僕のこの1年間の出来事について皆さんと一緒にシェアをしていきたいと思います。では行きましょう。すいすいプロジェクト。まあカメラの前で喋るのが約1年ぶりなので、聞きづらいところもあるかもしれませんが、どうぞ最後までお付き合いください。はい、ではまず一つ目ですね。一つ目は就職をしました。昨年までは大学院生として、まあ、研究をしてたんですけども、この2018年度の4月から、関西の私立大学で大学の教員として、勤めることになりました。まあなんとか1年間ね、大きなトラブルもなく、終えることができたんですけども、思ってた以上にね、車椅子で仕事をするっていうのが、まあ、かなり大変だったなというふうに思います。大学の教員っていうのは、まあ、主に授業を、会議、それから研究ですね、これが大きな仕事になるので、割と時間に融通が利く職業なんですよね。まあ、例えば一般企業のようにね、9時に出勤して5時まで働く、それを月曜日から金曜日まで続けるっていうような仕事ではないので、割と体に余裕はあった方だと思います。でもそれでもやっぱりしんどかったですね。そもそも車椅子で生活をすると、朝起きて服を着替えて食事をして身支度をして、そして家を出るまでやっぱどうしても時間がかかるんですよね。僕の場合だとやっぱり2時間近くはかかります。まあ、そういった中でね、朝9時までに出勤しないといけないっていうのは、まあ、やっぱり負担としては心身ともに大きいです。なので学生をしている時よりも、まあ、自分のね体調を整えるっていうことはかなり意識するようになりました。まあ、その中でも睡眠ですね、一番意識するようになったのは、必ず7時間半以上は寝るようにしています。まあ、そうしないととてもじゃないけど体が持たないなっていうのが今の自分の印象ですね。まあでも一方で、働き始めて良、まあ、かったなっていう点も多々あります。その中でも一番良かったのが、人の役に立てる実感があるっていうことですかね。どうしても障害を持って生きてると、他人に助けてもらうことの方が多いので、まあ、ありがとうという側の方が多いですよね。ただ、まあ、仕事をして誰かの役に立った時に、まあ、逆にありがとうっていうふうに言ってもらえると、あ、障害を持ってる自分でも人の役に立てるんだ、そしてこれがこんなにね嬉しいことだっていうのは働いてから分かったことですね。まあ無事にね1年間仕事を終えることができたので、まあ来年度からまた大学教員として頑張っていきたいと思います。でここでね一つだけ皆さんにちょっとお聞きしたいんですけども、皆さんもし僕が大学でやってる授業を受けれるとしたら受けてみたいですか？今日はねアンケート機能を使って皆さんにちょっと回答してもらいたいと思います。もしねこのアンケートで需要があるようなのであれば、まあ動画を作ってね少し皆さんにも心理学の授業を体験してもらいたいなっていうふうに思ってます。もしよければ回答をお願いします。2つ目の大きな変化は引っ越しですね。就職に伴って以前住んでいた大阪から現在は神戸市の方に引っ越しをしました。僕はですね車椅子生活になってから、まあ、奈良に引っ越して、で大阪に引っ越して、で今回の神戸と、まあ、これまで引っ越しを3回経験してるので、引っ越し自体はそこまで苦ではなかったです。まあそれでもねやっぱり家を探すのはすごく大変でした。でそもそもね僕が住める家っていうのはかなり限定されてしまうんですよね。例えば車椅子なので、マンションだと1階か、まあ、必ずエレベーターがあるということで、ワンちゃんを飼ってるのでペットかであるということで、車を使うので駐車場があること、で、まあ、もっとね利便性を考えれば、駅から近いっていう方がいいんですけども、さすがに駅近だとこの条件に満たす物件っていうのはなかったです。で昨年の1月からですね家を探し始めたんですけども、結局就職までには新しい家は見つかりませんでした。
で、まあ条件のね合うような物件が一つだけ見つかったので、まあ、そこの空きを待って、で空きた瞬間に引っ越しをするということで、まあ、結局何月だったかな、ゴールデンウィーク前ぐらいですかね、4月末にこの神戸市の方に引っ越しをしてきました。まあ、今住んでる家っていうのが、まあ、玄関もそうだし、お風呂場も全く段差がないんですよね。なので車椅子で過ごすにはすごい住みやすい家です。まあ、またね別の機会で、家の内容なんかも紹介できればというふうに思っています。あとは引っ越しに伴って、まあ、家に来てもらうヘルパーさん、これを新しく探すっていうのもすごく大変でした。僕が以前住んでいた大阪の泉佐野市っていうところは、まあ、かなりなんだろう男性のヘルパーさんが多い地域だったので、すごく快適に過ごせてたんですね。ただ今住んでいる神戸市っていうのは、まあ、なかなか福祉の状況が、まあ手一杯なのか、ヘルパーさんを探すのがすごい大変でした。なので今は大阪に住んでいた時よりも半分ぐらいの利用率じゃないかなというふうに思います。はい、とまあここまでね、就職と引っ越しについてお話をしたんですけども、最後3つ目の大きな変化、結婚をしました。はい、まあ、ちょうどこの3月でね入籍して丸1年になるんですけども、結婚ね、してよかったです。まあ、結婚に関してはねツイッターの方でも何度か皆さんにお伝えをしていたので、いろいろコメントをもらいました。で例えば僕と同じように、障害を持っていて、まあ、結婚したいんだけども相手の家族になかなか理解が得られないとか、まあ、そういったご相談もありました。で僕自身はどうかというと、まあ、確かにね、そんな順調に結婚が決まったっていうわけではないです。もちろん最初の方は相手の家族の、まあ、理解を得るっていうことも必要でした。まあ、ただ僕自身はまあそれぐらいは想定はしていたので、まあ、なるべくね直接会いに行って、まあ、自分のことを知ってもらって、でその上で、結婚を認めてもらうっていうふうにまあ自分なりに努力をしたので、まあ、今ではね、嫁さんのご家族の皆さんも僕のことを本当のね息子のように接してくれるので、本当に結婚してよかったなというふうに思います。まあ、あとは大阪にいた時は、まあ、動画には出てなかったんですけども、実は母親と2人で住んでいました。ただねこうやって結婚したっていうこともあって、まあ、母親は実家に帰って、その母親が担ってた部分も今嫁さんが頑張ってくれてるっていうところがあります。まあ、そういった部分でね、まあ、少なからず負担はかけてると思うんですが、それでもやっぱり好きな人と一緒にね過ごせるっていうのは、まあ、これほど幸せなことはないなというふうに、僕の中では感じています。あ、それから結婚式も挙げましたよ。僕らが結婚式を挙げたのは大阪の中之島にあるラソールガーデン大阪という式場なんですけども、まあ、ここは特にその全てがバリアフリーっていうわけではないです。例えばチャペルなんかは3段ぐらい段差がありました。でもまあそういったところはね、まあ、友人に担いでもらって、まあ僕らなりの結婚式ができたかなっていうふうに思います。僕は怪我をしてちょうど11年になるんですけども、まあ、この結婚式を通じてね怪我をする前からお世話になってる、まあ、恩師の方や友人に、まあ、感謝の気持ちを伝えることができたので、まあ、結婚式をやってすごい良かったですね。まあ、ラソールガーデン大阪の皆さんは、まあ、とても親切に、接してくれるので、もし車椅子で結婚式を考えている方はぜひおすすめしたい、式場の一つです。よかったら参考にしてみてください。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。まあね、この1年間かなりバタバタしていたので、まあ、なかなか動画を作るっていうことはできなかったんですけども、まあ、一方で仕事を始めたり、まあ、結婚したりと皆さんにねお届けできる情報もかなり増えてきてるので、またこれを機会に皆さんと一緒に車椅子での生活について考えていければいいかなというふうに思っています。もし今回水星プロジェクトの動画を初めて見てくれた方は、もしよろしければチャンネル登録の方をよろしくお願いします。またね、ツイッターやインスタグラムもやってるので、そちらもぜひよければフォローしてください。じゃあね、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。チンでした。バイバイ。Baby, I'm stuck with